福チャンネル。はい、今日はですね、ちょっとあるものを買いまして、福くんにちょっと最近悩みがあって、それを解決すべくあるものを買いました。で、悩みというと、福はですね、こう見てください、これ細いんですよ、すごく。ほら、ガリガリ、すごくガリガリで、あんまりこうご飯を食べないんですね。ドライフードはあんまりこう食べなくて、食が細いので、ちょっとそれを今日横から見るとすごいわかる。うん、大きさとかもすごいスマートだよね。だけどちょっと痩せすぎもちょっと心配なんで、一日にさ一食しか完食しないよ。うん、しかもチーズ食べて。そうだね、二食食べない時とかも全然あるから、ちょっと今日はそれを解決するためにあるものを買いました。では何を買ったかというと、これです。じゃん、すごくないこれ。何これ、ブッチドッグフード。ブッチドッグフード、すごい大きさだねこれね。今日のご飯です。新しい、これ何これ、ソーセージ、でかいソーセージみたいな。これなんか色が違う、これ黒と白とブルーってあるんですけど、味が違う。味が違って、黒が一番メインのやつで、赤い肉を中心としたやつらしくて、それはなんか一番人気らしくて、でなんかラムも入ってるっぽいんだけど、白いのは赤身肉が苦手な犬、だからチキンベースで、一番後ろの青いのがブルーレベルって言って、これ見るとドッグ&キャットフードって書いてあるんだけど、猫も食べられるんだって青いのも。これは魚ベースで作られてるらしい。で、一番まあオーソドックスなのがこの黒いやつらしいんで、今日黒から。そうね、これを。美味しいそうだよね。これ。これ何？何かわかる？興味あるこれ。食べたいこれ。ありそうだね。ありそうだ。これ食べる？興味あり。食べようじゃあ。じゃあ早速これ切っていきたいと思います。服はだいたい体重が4キロなので。これ 800g だから、だいたい普通にトッピングとかじゃなく、目安が、まあ、だいたいメインとしてだと1日給与が 230g ぐらい。だからまあ4等分、約4等分をして、1日2食と考えると、まあ、約1食は8等分か、8分の1を上げる計算になりますと。だからトッピングで今回上げたいと思うので、まあ、そのさらに3分の1。だから要は、8分の1の3分の1だから24分の1、まあ、とりあえず8等分しよう。これ苦手なんだけど。最初から8等分するんじゃなくて、だいたい8分の1ぐらいのところを。でもほら、あれだよ、何回も切っちゃうとさ、断面図に、うわ、なんかすごいみずみずしい。おわ、すごい、こんな感じ。あ、いい匂い、なんかすごい、あ、いい匂いする、見てほら。うん、でこれをさらに、見て、早速来たよ、来た。匂いかかして、すごい舐めた。服、新しいご飯、これがだいたい8分の1ぐらい、うん、残りちょっと端っこだけど、じゃあこれをさらにぶつ切りにするんでしょ。うん、はい、じゃあいつも服に開けてるドライフードを、じゃあどうする、ちょっと少なめにしようかな、ドライフード。そうだね、え、これだけ、もうちょっとじゃない、うん、もう待ち遠しい感じ。もう分かってるね、ね、自分の、ね、結構あるよ、半分だから。そう、半分だから8分の1の、さらに4分の1でこんぐらいの量、結構いい感じじゃない、普通に、うん、バランス的に、うん、ちょっと上げてみようか。じゃあブッチ上げてみます。はい、初ブッチ、ご飯、深初ブッチ、どうぞ。どうかな、すごい美味しいって言ってるじゃん、食いつきが違う、うん、いいね、ドライフードも食べて、なんか選んでない、ちょっと
らなんか選んでるよ。ねえ、選別してる。明らかに。見たくないもんだって。ほらドライフードも食べな。どうなった？どうなった？あ、なんかブッティしかなくなってない。ほらついてったよ。あ、すごい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 。もっとください。ふ、美味しかった？ブッチしかなくなってない服ゲップした。もっとじゃあ混ぜればいいのか。うん、ほらもっとちょうだいって言ってるよ。もうない、もうダメ、食べ過ぎ。もうないって服、もうダメだよ、もうダメだよ服。そんな美味しかったの？もうないよ、もうない、もうなし。どうだった服？美味しかった？ほら、ビル出してる。ねえ、服もいっぱい食べたよ。あ、遅い人、もうだからいいね、食欲がない服か、この服みたいに痩せてる犬。ほら、笑顔で笑ってる。燃えてたね。ちょっとじゃあね、これブッチを食べ続けていって、君がどれだけ太ってくれるかどうか。